はい、はい、注目、ここからは LT です。一応予定してるのはなんか5、6本あるはずですけど、まあ、飛び入りも OK なんで、いい感じでお願いします。じゃあ、順番にお願いします。拍手。じゃあちょっと、もっと酔っ払わないうちにやっていこうと思います。はい、ですね、今日こんなタイトルで発表させていただきます。まず自己紹介ですけども、長谷川と申します。デジタルサーカスという会社、これ自宅をメインにしている会社なんですけども、副団長 CTO 的なことで、サーカスなので副団長って名乗らされてるんですけども、やっております。で、仕事ではマネジメントがメイン、まあ、CTO 職とかなんですけども、まあ、趣味でウェブ開発とか、iOS のアプリ開発とかやってます。その他の趣味としてはですね、レンタルカードでレースやってみたり、電子工作やってみたり、しております。で、去年おととし、こんな本を書いたり、しました。で、会社の方はですね、さっきも話したようにウェブサイトとか、スマホアプリの、開発の受託メインで、やってます。あと、まあ、自社サービスなんかも、やってたりします。で、ちょっと今日続きものの2回目なので、前回のあらすじをお話しようと思うんですけども、ここにですね、資料ありますので、まあ、この資料も、前の資料も、スライドシェアで見られるようにしようと思います。で、前回のあらすじはですね、スクレーピングの話をしまして、スクレーピングとはとかですね、こんな風にやるんですよみたいな話を、させていただき、オチがついてるんですね。で、まずスクレーピングっていうのは、皆さんスクレーピングってご存知の方、はい、安心しました。こんなことをするような感じですね。ウェブから、情報を構造化して持ってこようと。で、前回はですね、手順紹介ってことで、HTML を取ってきて、整形して、パースして、取り出すというようなことをやったと。でですね、その中で、HTML をパースするときに、HTML スクレーピングっていうライブラリを使ってやったんですけども、オチがつきましてですね、最後にこういうふうにですね、今回使ったライブラリこれですってやろうと思ったらですね、ちょっとググってみたらなんとですね、なくなっていてですね、で、当日スライドを作ったんですけども、最後になくなってたので、誰かパーサーしてたら教えてくださいっていうお話をしたらですね、結構皆さん教えてくださってですね、LT の後のディスカッションとか、あとそのスライド公開したら、Twitter とかで教えていただいてですね、こんなやつを教えていただいたので、ちょっとそれをこうフィードバックしようかなということで、いろいろ調べてみました。で、PHP クエリ、クエリーパス、ガズル、だからウェブドライバーって感じですね。で、この4つちょっと今回、ご紹介しようと思います。で、まず1個目が、PHP クエリ。これはですね、この上のやつが、そのウェブサイトに書いてある説明なんですけども、まあ、ざっくり言うと、そのDOM要素をjQuery 風に選択する PHP 用ライブラリですよと。で、ちょっとコード書いてみたんですけど、こんな感じでした。見えますね。はい。でですね、これがですね、インストールは結構簡単です。インストールめんどくさいです。コンポーザーの、一生懸命書けばインストールできる、コンポーザーで。普通にやるにはこう ZIP ダウンロードしてきてみたいなことを想定してるみたいです。で、jQuery っぽくこう要素を選択できるんです。ですけども、ちょっとですね、jQuery っぽすぎてですね、ちょっと PHP 的には引くみたいなところがあってですね、あそこのですね、下線引いてあるところがですね、グローバルの関数を持ってまでこう、jQuery っぽくしてるって、これドルじゃなくてよかったなみたいな、そんなような書き方なんですね。で、僕がですね、スクレーピングよくやってるのはですね、この1行目にある URL の、某超大手 EC サイトなんですけども、ここの、HTML がですね、メタキャラセット UTF-8 って書いてあるんだけど、実際はシフトリスって書かれており、閉じタグないとか、タグがこう、こうですね、入れ子になってるとか、あとですね、ID、その要素の ID がですね、重複してるとかですね、もう当たり前に出てくる結構エグい HTML なんですけども、ちょっとそのままだとさすがにパースできなくって、全体をですね、シフトリスになってるやつを UTF-8 に変えて、一応メタとの、その競合をなくしてあげればパースできたと。なんで、その閉じタグなくても
タブ入れ子になってても結構できるっていうのはまあすごいなと。ただちょっと癖が強いので、これがあの気にならない方はいいんじゃないかなと思いました。というのが PHP クエリーの話で、2つ目がですね、クエリーパスってやつでして、こういったもですね、サイト上の説明を見ると、まあ、似たようなことが書いてあります。あの HTML や XML を jQuery のように扱うライブラリですよって。でですね、こんなに使うんですね。で、インストールはですね、コンポーザーに1行書いてピピってやると入ります。で、jQuery っぽくですね、こんなの find div なんとかかんとかって書いたんですけども、で書けますと。で、前述のですね、あのサイトの、HTML はですね、例外が出ちゃってですね、パースできませんでした。で、個人的にですね、サッカーが好きで、とか香川真司選手が好きでですね、マーチェスター・ユナイテッドの試合をよく見てるんですけども、その日程ページのスクレーピングやってやろうと思ったらそれもパースできなくてですね、これもしかしてライブラリ動いてねえのかなと思ってですね、シンプルなやつを食わせたら動いてるっていうちょっと悲しい形になりまして、結構厳しいその何ていうのかな、あんまり、変な HTML を許容しない作りになってるのかなということで、ちょっと今回は、諦めました。これ超シンプルな、ここに書いてあるやつでもですね、タイトルがアルファベットだとちゃんと取れるんですけども、 UTF-8 の文字列でもバゲてたので、ちょっと無理かなって今回自分に関しては思ってちょっと諦めました。実装はどうなってました？中見てないですか？中見てないです。はい、さすがに UTF-8 で通んないことない気がするんですけども、 どうパーツしてるんですかね、それが分かんない。ですね、一応ですね、そのタイトルタグは取れるんですね、なんだけどもその中身がバケてるみたいな感じになっていて、ちょっとそれ以上追っかけてないんです。1文字ずつやってるんでしょうね、自分で。そこまで、確かにそこまでですね一つが確かどれかが確か正規表現で頑張って変換してやってるはずです。そうですね、なるほど。そうなんです、ちょっとこれうまく動かなくて、なんでこう使うらしいっていうですね、それよく分かりませんでした。で、あとですね、これですね、ガズル、なんだっけな、グーと。これですね、ガズルってお話を聞いて、で、ちょっと調べてみたら、なんか HTTP クライアントライブラリーみたいなことが、書いてあって、およって思ってて、ちょっとその周辺をですね、ガズル、スクレーピングとかで検索してみたら、グートっていうのが見つかりまして、これがですね、シンフォニーとか Zend フレームワークのコンポーネントを使ってラッパーになっていて、どうもこの中でガズルも使っているらしいので、多分そういうお話でこう、情報をいただけたんだろうなと思って、このグートってやつ使ってみました。でですね、こいつもですね、コンポーザーでススって入ります。で、XPath とかですね、CSS セレクター、どっちでも使えるんですけども、ノード選択可能でした。で、この、34のところはそうなんですけども、E1 にですね、この無名関数を渡すっていうですね、ちょっとこう、ナウイ作りになっておりまして、なかなかいいなと。で、さっきのですね、メタタグに UTF-8 って書いてあるんだけども、実際は ShiftJS みたいなやつも、何もしなくてもパースできてですね、おこれはいいと。で、これ何気にですね、その、CSS セレクターでも XPath も両方とも書けるっていうのは結構実は嬉しくって、ここで入れてるような例って、CSS セレクターで書くと結構しんどいんじゃなかろうかなと、もしかしたら一生懸命書けば書けるかもしれないんですけども、っていうところがあって、これはちょっと高ポイントだなというふうに思いました。で、ここでなんとなくこうコードを見て、最近よくこういうコードを見るので何の疑問にも思わなかったんだけども、あれ PHP ってそういえばこんなEach にかっこファンクションみたいなことってあったっけと思ったら、よくこういうことだったと。先ほどの安藤さんご紹介の PHP 5.3 で導入されたクロージャーがここで役に立っているんだというようなことでしたね。はい。でですね、あと最後、Web ドライバーですけども、これはですね、いわゆるウェブドライバーの、PHP バインディングテスト。で、ちょっとですね、ここは容赦なく突っ込んでほしいんですけども、認識としては、画面表示のないブラウザでウェブページを表示して、要素を選択しようとするアプローチじゃなかろうかなと。で、ちょっと今回はですね、ちょちゃって入れてちょっと試すつもりでいたんですけども、試しに入れてみて、動いたらこう例外が出てですね、ウェブドライバーということはこういう、なんかこう、あんまちゃってやる感じじゃないんじゃないかなと思って、諦めてしまいました。なので、これ実はすごくいいものだったりしたら、後でまた教えてください。はい。ということでですね、スクレーピングライブラリいろいろあるんだなと。で、まあその、jQuery、変に jQuery っぽいところが、
いいのか悪いのか、好きなのか嫌いなのかとかで、まあ、やればいい、使い分ければいいんじゃないかなと思ったりしたんですけども、まあ、個人的にはこの、グートでした方、グートだったかな、一押しかなと。コンポーザーで本当に1行で入るし、変な HTML にも対応できるし、CSS セレクターでも XPath も両方とも書けるし、これいいなと思っております。というわけで、情報をくださった皆様ありがとうございましたというお話、でした。であと取りこぼしてたらぜひ突っ込んでください。はい、というところでした。ありがとうございました。なんかコメントとかある方いらっしゃいますか？直接でもいいです。あ、ちょっと一箇所だけだったんですけど、一つCSS セレクターで引き継ぎって例ありましたよね。はいはい。あれって要するにクラスが特定のパターンだったらなんかゴニョゴニョするみたいな感じ。1個目は単純にクラスですね。で2個目が、スパンでクラスを複数持っていたときにそのうち1つでもこれが含まれているものみたいな。それだと確か CSS セレクターは普通に書けるはずですけど。あ、そうなんですか。対応状況で言うと括弧むしろ短くなるはずなんで。だとして、あ、そうか、1個でも含まれていればいいんだったらこれ XPath の方が苦労してるパターンか。ドットフォニアって書けば悪いですもんね。ドットフォニアだけじゃなくて、ドットフォニアもありますし、そうそうそう、確かに。はい、全言撤回です。はい。まあでも情報書けるのはね、どっちかで書ければいいってことなので、まあそれはそれで便利だと思うんですけどね。逆にあれから前のパターンの方がきついのかな、この3つを持っているっていう。それはどこで繋いで、それは全部か。はい、どっちでも書けると思います。はい、はい。ちなみにですけど、CSS セレクターって中身はドム XPath なんですよ。おお。XPath を引数になってるのをまあ、jQuery 風の引数になってるのをドム XPath に変換してドムドキュメントで壊せてるんですね。ということは1対1で対応しており、どっちがいいってことはないってことですかね。そうそうそう。よかった、発表してて。どっちもやれても好きな方で書けと。はい、はい、ありがとうございます。あと一番の CSS セレクター楽なのは、ファイアバグありますよね。ファイアバグで見ると、実はスペッタのあ、書いてますね。出てくるのをコピペして適当に確かに言っていけば。まあ、前室のですね、えぐいサイトはですね、クラスで絞り込むのは結構しんどいぐらい、クラスの使い回しなどをされているので、そういう時はもうプログラムかなとは思いますけども。はい、いいですかね。個別になんか教えてください、なんかあれば。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、向井さん。あ、私でいいですか。はい、さすがファビアンです。じゃあ私は最初は PHP カンファレンスの Facebook ページと Twitter の、宣伝で、あとは明日のララベルのイベントの告知です。で、Facebook で、PHP カンファレンスのページを作ってますので、ぜひいいねをお願いします。ちなみに私はここの中の人なんで、私の担当者なんで、よろしくお願いします。ツイッターもありますので、よろしくお願いします。で、今年10月11日に開催ですので、ぜひともお願いします。で、あとは続きます。来ますよね、みたいな。来ますよね。来ない人、行かない人。お、すげえ、全員参加です。すごい。あ、ちなみにゲストってまだですよね。決まってないですよね。あ、すみません。海外ゲストの担当なんですけど、 Facebook の、ピーターって人に交渉してて、クラウンチームから来てくれるので、すごい。ちょっと聞こえなかった人に言いますと、 Facebook のピーターという人をで、ハックラングのチームの人を、ゲストで呼ぶ予定だそうですので、お楽しみということです。あと大垣徳丸対談を仕込みました。よくわかりません。一言で言うと怪獣大決戦、どっちが勝っても勝っても人類に未来はないっていう感じで。よくわかりません。なんかすごい人が来るらしいです。で、続きまして、
ララベル JP とララベルミートアップ東京の第5回目の告知です。で、ララベル JP というのが今月オープンしました。こういうサイトでララベル .com の日本語訳ですね。ですのでぜひブックマーク等をお願いします。で、日本独自の企画としてこの下に、まあ、私はララベルがすごい、こんなにすごいですよとか、なんかよくある海外の本でなんかつづなんか、うん、私たちはこんなにすごいんですとかよくわからない自慢してるあの本のレビューとかあるじゃないですか。それに似たようなことを書いてますので日本人で、ちなみにあの新原さんとかなんかその辺の、ララベルの有名人の人を、にお願いして書いてもらってますので、ぜひともご覧ください。ちなみに小田光さんという方がいるんですが、小田光さんに頼むと断られましたあ、どうでもいいんですけどで、あと、まあいいや、あとは水野孝明さんという方にも頼んでますが、ちょっと待ってくださいと言われてますのでそのうち公開しますっていう、どうでもいいんですがということです。で、結構あのララベル JP 公開したばっかりなんですが、他 の、 あの日本語サイトですね、 CakePHP とか CodeIgniter で、ハテブスでベンチマークを取ったんですが、7月15日にオープンしたばっかりなのにもうすでに3位にハテブスがなってますというので、もうパチパチパチありがとうございます。もう今年中にはCodeIgniterを抜くんじゃないかと思います。 CakePHP ちょっと手強いですねということです。で、明日あのラベルミートアップ東京ボリューム5で、会場はエンジニアードさんで、やります。ドアキーパーで、告知をしてます。で、なんですがちょっとあのもうキャンセル待ちが10人以上あるんで、ちょっと今からではちょっと難しいんですが申し訳ございませんということです。で、スペシャルゲストはあのララベルの本をたくさん、ゲストというかあのリモートで参加してくださる方で、河瀬さんという方があのリモートで参加してくださいます。で、ララベルの本、実はあのララベルって日本語の本がたくさん出てます。で、その本を翻訳されてる方です。で、あとはあのイアンっていうあのララベルの作者のテイラー・オットウェルっていう人が働いてる会社のオーナー、最初にあのその金銭的に、どうですかね、応援した会社のオーナーにラベル東京ミートアップは大人気ですよってメールを送ったら、グレイト、私はあなたたちにラベルステッカーをプレゼントしたいっていうことで、届く予定なんですが、ちょっと明日には間に合わずいつもないのでごめんなさい、残念残念。この、 あのイアンという人、なんか何つかメール送ったことあるんですけど、常にメールの最初にグレイトって作るんですよ、ね、まあ、アメリカ人でよくあるあの挨拶なんですかね。 あるんですか。いやいや、わかんないですか。よくわかんない、すごいグレイトな人ですね、スイカプレスで、ちょっとあの明日のイベントはいいっていうフレームワークがあるんですが、いいっていうフレームワーク多分皆さんご存じないと思いますが、いいっていうフレームワーク PHP でご存じの方、知ってるよ、すごいありがとうございます。いいはあの共産圏の国で最も人気があるフレームワークで、なんかこの赤いところとか黄色いところで人気があるフレームワークで、なんかやばそうな国ばっかりですねで、なんか俺でもあのやばそうな国なんですけど、なんかこの前あの関西 PHP とかで、あ、すみません、この前あのそういうイベントがあったんですが、そこであのいいに詳しい人に今度バージョン3が出るんですが、そこで話したらすごいなんかすごい機能が良くてあのいいそうなんで、明日楽しみにしてくださいということです。で、ララベル、逆にララベルは今あの資本主義の国で最も人気があるフレームワークですね。ということは明日は、基本主義のフレームワークです。社会主義の対決になりそうですというどうでもいいオチで終わりました。ご清聴ありがとうございました。いろいろ不穏当な表現がしますが、まあ、まあ、お酒も入っているということで、あのご容赦ください。はい、次じゃあどうぞ近い順からいいですか。はい、どうぞ。これ抜いて大丈夫？もちろん大丈夫です。抜いてダメって聞いたことない。それは。あれ地味で入ります。入ります。最近でも HDMI しかないやつが。そうなんですね。ロイターで。ああ、
本体がね。Windows 最近時間かかってるんで。あ、すいません。じゃあ次準備できてるかな。あ、でも大丈夫。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。内山といいます。今日 PHP と、ヒップホップ VM ですね、Facebook の、性能比較ということで、まあ、ちょっとデモ含めて簡単に紹介したいと思います。見えますかね？字がちょっとちっちゃいかもしれないけど。内山、名前内山といいます。で仕事的には、まあ、プログラマーです。ほとんど皆さんそうかと思います。で業務内容的には Web 系のシステム会社で、ただまあ私は機械学習とか自然言語に処理があって、興味があってシステム開発の中でもそういうバックエンドの方のロジック担当することが多いです。ということで、よく使う言語ってなんかシェルスクリプトですとかオークを書くことが割と多くて、まあ、あと PHP も書いたりします。あと早くしなきゃいけないときはなんか仕方なく C++ を書いてるっていうこともしています。でまあ、業務離れたプライベートでは、まあ、ほとんど大体あんまり活動してないんですが、ブログを書いたり、あとツイッターはなんか最近勉強会に参加するようになってからなんか皆さんツイッターでやり取りしてるので慌てて始めたっていうような状況です。で、まあ、今日のお話ですが、まあ、HHVM が早くて楽しいっていうこれに尽きるような話です。でまあ、皆さん大体、ご存知だとは思うんですが HHVM っていうのはまあ Facebook の PHP 実行環境で、ジャスティンコンパイルと JIT コンパイラーを備えているので非常に早く動作するっていうのが売りです。これですね、昔はコードトランスレーターで、はい、そうですね、1回 C プラに変換してもう1回コンパイルしてバイナリー作ったんですけど、その機能は実は密かになくなり、僕はちょっとそれは困っているんですが、今は JIT コンパイルで実行時に動的にコンパイルする。はい、そうですね、ありがとうございます。で、これ既存の PHP のコードがそのまま動く、まあ、基本的にはそのまま動くと。で、まあ、もちろん互換性の問題がまだ多々あって、まあ、誇張があるんですが、まあ、そういう感じです。で、まあ、一部誤解されてるかもしれないんですが Facebook これ同様に、PHP に対して、スタティックなタイプチェックなどを含んだ Hack っていう言語も一緒に提供してるんですが、別にヒップホップ VM で動かす分には Hack でプログラム書かなくても、PHP のコードそのまま動きます。で、これ以前にちょっと私が撮ってみたんですけれども、すみません、これ非常にちょっと字が小さいんですが、コンピューターランゲージベンチマークスゲームっていうサイトがありまして、でそこでまあいろんな、まあ、マイクロベンチマークに近いものなんですが、いろんなベンチマークプログラムを各プログラミング言語で書いてみて、で実行速度を比較してみようっていうようなサイトがありまして、で、まあ、ここでもともと PHP のプログラムがそれぞれ載ってるんですが、で、HHVM で PHP のベンチマークそのまま、まあ、もちろん実行環境を変えれば動くの でそれでちょっと計測してみたところ、これ実行速度の比較、実行時間の比較としてこういう感じになります。左が PHP で右が、HHVM です。実行時間なので短い方が早いというものです。今見て分かるように非常に HHVM の方がおおむね高速に動作するというような結果があります。で、今日はその中の一つとして、まあ、ちょっとマンデルブロ集合というのを描画してみるというのを、ブラウザ上で動くようにしてみたのでちょっとそれを動かしてみたいと思います。でマンデルブロ集合、有名かなと思うんですが、フラクタル図形の一つで、まあ、ウィキペディアに詳細は説明があります。で、まあ、この図形大体皆さん見たことあるかなと思います。で、まあ、これですね、各一つ一つのピクセルが、まあ、黒になるか、まあ、白になるかみたいなのを決めるために、複素数の掛け算をループの中でガーッと繰り返していて、まあ、ベンチマークとしては複素数演算のスピードを測るというようなものになります。で、ちょっとこれから、PHP で動かした場合と、HHVM で動かした場合のスピードの比較というのをちょっと、まあ、
見ていただこうと思いますが、実行環境としては今、CentOS、この間出た7の上に PHP 入れてみて、あとは HHVM もそこの上でちょっとビルドをしてみて、で動かしています。で、PHP なのでウェブサーバーとしては、この辺はまあそんなにこだわらずに、YAM で普通に入るのはバッチリの HTTP を使っています。で、PHP 比較対象にするものも YAM で、CentOS7 だと、6だと 5.3 だったのが7で 5.4 がめでたく入るようになったの、めでたいかどうかは分かるんですね、 5.5 だったんですがまあそれで入るようになったので 5.4 を対象にしています。で、HHVM は 3.2.0 のデブって言うんですけど、これは、クランクから持ってきたやつを手元でビルドして動かしています。で、もう一つ、おまけの比較対象として、PHP 全エンジンのリファクタリング含めたやつ、今開発中のHP NG はネクストジェネレーションっていうのもあるので、これもちょっとソースコード持ってきてビルドして動かしています。で、実装の、コードとしては、このロゼッタコード .org というところに、マンデルブロ集合を実装した PHP のコードが、載っているので、それをちょっと持ってきてみて試しています。こんな感じですね。で、それではあとは待ち、マンデルブロ集合でこんな感じになっていてですね、フラクタル図形なので、これでも適当にこういうところをピッと拡大すると、今これ PHP で動いてます。そうすると多分そのうちしばらく待っていると、まあ、こう拡大します。で、フラクタル図形っていうのはこう自己相似、マンデルブロ集合、厳密には完全に相似じゃないんですが、こうこれ細かいところになんか、この辺に真ん中あたりにちょっと黒丸みたいなの見えると思うんですが、ここをちょっと拡大してあげると、ここになんかまた子供みたいなのがちょっと出てくるというふうにして、どんどん拡大していっても、どこまでもこういう感じでですね。で、これがで、今 PHP で実行してたんですけれども、こう Firebugs で、見てみると、一回拡大するごとにもう一度再計算、その範囲を再計算していますので、これ小さいんですが、最初の全体図を書くときに、4.49 秒、それから拡大したときに8秒とか 2.5 秒、4.6 秒、大体そういう感じで時間がかかっています。で、ちょっと同じものをちょっと8080ポートで HHVM ので動く版っていうのをやっていて、で同じものこっちで書く、これを大体200ミリ秒ぐらい、すげえ、そんな速い時間で、これ、同じのが図形出てますね。で、ちょっと拡大すると、これ黒いところの方がループたくさん回るので、黒が多いのがちょっと実行時間的に不利なんですが、これ開くと、HHVM だとこんな感じになります。で、今のところだと、ちょっとこれ最初のより黒い範囲が多いので、0.5 秒ぐらいちょっとかかってしまってるんですが、で、続いていくと、こんな感じで、HHVM だと、サクサクや。多分サクサク、なんか失敗した。よいしょ。こんな感じで動きます。実際に多分見ていただくと早いっていうのが実感できると思うんですが、これってコスト的には当然その GD 叩いてる部分とかっていうんじゃなくて、計算の部分が大きいから効果が大きい、そうですね、はい、ということは逆に言うと、例えば MySQL とか、そっち側の読み込みがあると間違いは出ないと思いますね、その可能性は高いと思いますね。ですので、そうですね、やっぱりその速さの秘訣はジットコンパイルの部分なので、計算処理が重いところの方が HHVM の長所は生きると思います。ただなんか、ちょっと他の方のブログに書いてあったんですが、もう少し実用的な話だと、例えば最近だとコンポーザーで最初に取ってくるところが PHP とても時間がかかるみたいなのが、そういうのも PHP で取ってくるのを HHVM で取ってくるとなんか5倍ぐらい早いよみたいなのが、なんか出ていて、
まあ、ちょっとそれ私実際に試してないんですが、なんかそういう報告も見かけたりはします。コーサーがめっちゃ早いです。なんかモノに、ね、ネットワークの方の性能が影響したような気がしますけどね。ディスクとかね。で、あとはおまけなんですが、PHP NG だとどんな感じになるかっていうのを、すみません、ちょっと。これだ。先頭 S なら何か変わるんですよね。あサービスがそこでないと。なんだっけな。スードが一緒じゃない。スードサービス HTTP にリスタート。あ、ありがとうございます。まだ覚えきれてないですね。それで、あ、で、これで PHP NG にして動かしてみています。で、これは今。これも、ちょっとリロードしてみると今始まる、始まるですよ。あ、ごめんなさい、そうか、戻します。さすがよいしょ。結構かかります。あ、まあ、ただ元の PHP よりは 5.4 よりはだいぶ早くて、先ほど 5.4 だと確かこの全体像で 4.5 秒ぐらいかかってたと思うんですが、2.96 秒、3秒弱ぐらいの動きますね。で、拡大したときは、まあ、多分ちょっと待っていただくと、現行の PHP よりはだいぶ早いという感じになっているかと思います。で、ちょっとまだソースとかきちんと追ってないんでわかんないんですが、PHP NG の場合ですと、PHP のソースコードを読んでから、バイトコードに変換しているところで、オプティマイザーが動いているようなので、HHVM の、最適化とはちょっとフェーズが違うということなので、まあ、そのあたりでどっちでどのぐらい速くなるかっていうのは、まあ、プログラムの性質によって変わってくるのかなとは思っています。と、まあ、コンピューンでも変わんないですか、はい、あ、どうでしょうね。どういうことか、どこまで持ってるかですね。はい、PHPNGD も V8 ベースな JIT コンパイラーが入ってるんですよね。あ、なるほど。なんで、ネイティブのやつはコンパイルした後のやつはキャッシュするんで、たくさん同じコードを使えば使うほど速くなるんですよ。なるほど。ここを利用すれば速いかもしれない。かもしれない。まあ、そのキャッシュが生きてるんですよ。じゃあ、LLVM だ。LLVM が、VM がなんか JIT コンパイラーが入ってるんですよ。ただ、それをやってもあんまり速くなかったのは、やっぱりジャンプロックが PHP にいっぱいあったので、最初はまあなんか数パーセントしか速くなんないのを、今ジャンプロックをどんどん外してる作業をしてる。あ、ありがとうございます。ただちょっとやっぱりプログラムによってどのぐらい速くなるかっていうのが全然違うなと思って、でちょっとまあ GUI ないんで今日デモとしては特に用意してないんですが、ちょっと私この間別の勉強会で機械学習でよく使われるランダムフォレストっていうアルゴリズムを PHP で書いてみまして、でそれ実行した時にですね、5.4 で普通に学習させると、50分ぐらいかかるのは、まあ、本当にバッチ処理なんですが、それ PHP NG でやるとなんか2分ぐらい、まあ、非常に速くて、で、まあ、ちなみに HHVM だと、1分弱ただまあ、比率で見るとまあ、だいぶ HP NG も頑張れるようなものでは速くなるというのがちょっとあって驚いたりもしていますね。まあ、発表は以上です。まあ、ちょっと早いので皆さん、追っかけていただけると面白いかなと思います。です。ありがとうございました。はい、じゃあまた次準備。
Windows の画面のやつを書いてます。コントロール F4。 コントロール F4 忙しいんです。キシュンって違いそうだけど大体一緒。両方バイオな気がする。コントロール F4 効かない。あ、ファンクション、ファンクション F4、 ファンクション F4 はあれですか、これか。ありました。PHP による機械学習で、FANN を用いたネイロットアダリューとなります。で、自己紹介ですが、ヒラリと申します。で、Twitter のアカウントがこれで、ブログがこれですね。まあ、自己紹介となったりして、で、注意事項なんですけど、 LT 初めてなんでちょっと勝手が分かんないです。あとニューラルネットワークについて別に詳しいわけじゃないので、まあ、その辺なんか微妙なこと言うかもしれないですけど、お手柔らかにお願いします。で、あと最近こういう本が出たっぽいんですが、関係はないです。で、今日話すこととしては、 FANN モジュールのインストールと、あと使った関数検知と文字の識別で、一番下の文字識別失敗して全然判定率良くなかったんで微妙なんですが、一応話します。で、話さないこととしては、ニューラルネットワークは何か、話せないので話しませんとか言っといて話すんですが、こうやって一番左が画像だとして、でこれは1です、2です、3です、4ですみたいなことをニューラルネットワークに対して学習させます。で、これ左のやつが教師データとか言って、でこういうタイプの学習を教師学習って言います。で、こうやってニューラルネットワークに対して学習させて、画像を渡すと、ニューラルネットワークは、1がどれぐらい、どれぐらい1っぽい、どれぐらい2っぽい、どれぐらい3っぽいみたいなのを返してきて、で、この場合だと、3が 0.889 一番大きいので、受け取った側は逆3かなみたいな感じで、識別させます。で、FNN っていうのは、まあ、ドキュメントに書いてあったんですけども、こういう感じで、要は PHP からニューラルネットワークを使えるようにしたモジュールです。で、あとニューラルネットワークだけじゃなくて、サポートビクターマシンとかも実は PHP から使えるので、まあ、使ってみたいとは思ってるんですが、もっと分かんないので使ってみてません。で、これインストールですね。普通にピクルで入るので簡単です。で、関数検知いきます。で、まず教師データの作成、制限関数なので、普通に配列に対して、0から2倍に対して、値を打ち込んでいきます。で、次に、ニューラルネットワークですね。これ4層になっていて、隠れ入力層、出力層が1つずつと、あと隠れ層2層のものです。活性化関数としては、ハイパブリックタンジェント関数を使ってますので、こういうやつですね。で、ニューラルネットワークは、何種類か学習方法があるらしいんですが、バックプロパゲーションっていう一番ベーシックなやつで、学習させます。で、学習結果の出力は、FNL1 っていうのをやると学習結果が出力されます。で、それ分かりにくいんですが、どういう感じで動くかっていうと、こういう感じで、今最初横の線だったのが、どんどんこの青い方の線の方に近づいているみたいな、そういう感じですね。はい。で、次が、文字識別。まず一番最初に GD で、画像データ、その文字数字なんですけど、こう生成させます。で、次特徴ベクトルっていうのを作ります。で、元画像がこういうのを、普通に白黒の日課にして、これ行列ですねにしたものを、普通このまま、縦にこうベクトルにしちゃいます。で、関数検知だと、関数検知の時と、コードは同じなんで省略しますが、ニューラルネットワークに対して、今の学習データを学習させて、FANN セーブっていう関数で、ニューラルネットワークの設定ですね、ノードの数とか、ニューロンの数みたいなのと、あと学習結果、各ノードの、重みとかを保存します。で、それを読み込みます。コマンドラインから、学習、画像を、画像のパスをコマンドラインから画像のパスを渡すと、識別結果を返すような形にしたので、こういうふうになっています。
まずは、設定ファイルから、ニューラルネットワークを元に戻して画像をロードして特徴ベクトルを作成してあります。でそれを、FNL に通して、文字判定します。実際にやってみるとこういう感じで、デテクトチャート .php っていうのが実際の判定のスクリプトなんですが、それに対して1.ping みたいなのを投げると1が返ってきて、5.ping投げると1が5が返ってくるみたいなのが出てきます。で、実際にあるのが見えないからやめます潔いで、見事としては教師データの生成ものは、Google フォントですね、20ステイコードを適当に選んで生成させました。で、どのくらい判定できたかというと、全ての画像について判定が学習をすれば、ほぼ 100% 判定できるんですけど、半分を教師データに、半分を、教会用データに使うと、60% 以上判定に失敗すると話にならないので、まあ、ちゃんと教えるというか、作るという人たちに対して申し訳ない気持ちになりました。で、FNN を使うメリットとしては、みんな大好きな PHP が使えます。デメリットとしてはドキュメントが全然翻訳されてないのと、ドキュメントに載ってる例ぐらいしか使用事例がない。あと普通に Python の方が楽ですで、まとめてきたからですあと宣伝なんですが、うちの会社ロガリズムでは PHP と Python が好きなエンジニアを募集してます。データの分析やってるので、機械学習とか、そういうの好きな人を探してます。はい、以上です。これ聞いていいですか。はい、10個のフォント使って、はい、で文字は何種類使ったんですか。フォントが何種類だっけ、20何種類使って、で文字は0から9の10文字ですね。あ、なるほど、はい、それで、60% の文字率。あ、なるほど、はい、あ、それちょっとしんどいですね。しんどいです、相当全然話にならない。ありました、ありがとうございます、はい、じゃあ最後、寺田さん、じゃあお取りお願いします。北庭の寺田の上で寺田です、よろしくお願いします。今日は、ですね、インターネットを、久しぶりに見ていたら、久しぶりに毎日見てるんですけど、オブジェクト思考を禁止しようという記事を繋いでない、発生を。あ、ちょっと記号じゃないよ、なんかちょっと悲しい気持ちになってですねなんで禁止、あ、ちょっとまだ繋ぎたくないですか。あ、繋ぎたくない演出上なんだ家族性が下がるから禁止しようって言うんですね。でも事実は違いますよね。で、オブジェクト思考っていうのは可読性を上げるために作られたと言っても過言ではないと思ってます。で、ただ不幸なことに Java とかフレームワークとかデザインパターンとかに翻弄されて、オブジェクト思考ってどんなものなのかっていうのがあんまり伝わってない現実があるなと感じました。で、今日はそれを改善するきっかけにしたい。画面が出なかったら面白いな。ちょっと待って、ね、すごいな、はいはい、何が出るんだ、分かる。はい、はい、オブジェクト思考は可読性を上げる、発表させていただきます。はい、今日伝えたいことは、オブジェクト思考って何なのかっていうのを理解してもらうのと、オブジェクト思考の読みやすさっていうものに気づいていただくということです。自己紹介ですが、 GM リサーチという会社で PHP、JavaScript、Java Perl とかを使って開発してます。あと趣味で CakePHP のフックブックとかボードゲーム翻訳とかテッドの翻訳とか、まあ、翻訳大好きなんで翻訳いろいろやってます。はい、まあ、プログラムの方が好きなんですけどね。はい、オブジェクト思考を理解する鍵は抽象化です。聞いたことあるとは思うんですが、抽象化。オブジェクト思考では抽象化によって可読性を上げます。ここが押さえてないとオブジェクト思考で読みやすいコードは書けないんですね。抽象化っていうのは処理と変数を取りまとめる存在オブジェクトを作って
その存在に的確な命名を行うこと、これ抽象化というんですね。どういうことか、なぜ抽象化すると可読性が上がるのか。処理は数百行あっても的確な名前をつけることで中身を毎回見なくてもよくする。これが抽象化ですね。長い処理に適切な名前が1行書いてあれば長い処理読まなくてもよくなって、それで可読性が上がるんですね。つまり毎回中身具象化した先を見なければならないんだったら抽象化としては失敗しています。だから可読性が良くならない。これがオブジェクト思考の鍵です。でそれなら関数切り出してもできるんじゃないか、いいんじゃないかって思うかもしれません。全くその通りなんですね。関数切り出しも抽象化の手法です。で、オブジェクト思考では関数だけじゃなくてその外側にある状態も合わせて取りまとめる存在を作って抽象化して可読性を上げようとしています。ここが違うんですね。オブジェクト思考がなかった時代、その時にしきりに言われていたのは構造化プログラミング。構造化プログラミングを一生懸命やりました。処理をサブルーチンとか関数にして取りまとめて抽象化して的確な名前をつける。そうするとサブルーチンの呼び出しっていう、こう分かりやすいメニューのようなやつがあって、さらに細かいところ見たい人だけがさらに詳細を見て、そこもレイヤーがしっかりしていて読みやすくなる。こういったものが昔の構造化プログラミング、これで可読性が上がったわけですね。オブジェクト思考では変数とそれに関連する処理、これをクラスとして取りまとめて抽象化する。もう一段階大きいレイヤーで取りまとめれるんですね。で可読性を上げようっていう、これ最初に出会った時にも感動で、もう毎晩帰ってきてはチューニングをするぐらい感動しました。可読性が上げられる可能性がかなり広がっている。オブジェクト思考としては何度もメソッドの中を見なければいけない事態が生じているんだったら、オブジェクト思考としては負けなんですね。つまりメソッドをジャンプして先を見なきゃいけないんだとしたら、オブジェクト思考としては成立してないです。それが生じないようにするようにオブジェクトを作るというのが大事なんですね。でそろそろこういう疑問が湧いてくるんじゃないかなと。 MVC フレームワークでの開発は何度もクラスの中を見るけどオブジェクト思考じゃないの、これ思った人いますか。まああんまりいないですね。あんまりいないんでちょっとさらっといきますけど、何の話してるか分かります。分かりますよね。分かりますよね。スモールトーク、スモールトークがオブジェクト思考なんですけど、実際はスモールトークより前にオブジェクト思考ってあったんですよ。スモールトークはオブジェクト思考を実現しやすくした最初の言語って呼ばれてるものなんですけど、PHP だってクラスを使うじゃないですか、はい、PHP クラス使う、クラス使ってオブジェクト思考での開発ができる土台はあるんです。だけどオブジェクトを量産すると可読性が下がるんじゃないかって思ってる人ってまあまあいてですね、実際に可読性下がっちゃってるプロジェクトもまあまああってですね、まあ、僕はそれに心が痛いので、こう正しいオブジェクト思考っていうのをされたい。文法としてはオブジェクト思考になってたとしても、例えばすっげえ似てる名前のコントローラーが2個あってわかんねえよみたいなのは誤解してんじゃないかとかっていう、そうですそうです。DDD にかぶれた人が、はいはい、ショートケーキぐらいの階層でいいのに気がついたらミルフィーユみたいなプログラムを作ってる人がよくいるんですけど、はいはい、そういうのってどうしたいんですかね。バリューオブジェクトこの規模でいらねえよ。まずは趣味でいっぱいオブジェクトを書かせてあげてオブジェクト欲求を満たしてあげる。オブジェクト要求そういうのに欲求不満を仕事で解消してるみたいな話なんですか。可読性が全てなんですよ。可読性が良くならなかったら、うん、オブジェクト作る意味って本当はない。ないですよね。本当はないんだけど、ないんだけど、そうじゃないこうレイヤーでオブジェクト使えって言ってる人たちがいるんですね。まあ主には Java の世界とフレームワークの世界とデザインパターンの世界で僕は苦しいんです、はいはいはい、デザインパターン大好きっていう人が
アダプターパターン使って書きました、2個のクラスでいいなと思ってたのに、まあ、箱を開けてみると20個くらいクラスがあるで、ビジターっていう人がいっぱいいたり、はい、でまあ、ちなみに PHP ではビジターパターン使えないんですけどね、オーバーロードができないから使っても見づらくなるだけで、実際はスイッチ分使わないと実現できないとか、はい、こうなメリットがわからないけどつい使っちゃう、いいよいいよってみんなが言うからっていうのから一歩出て、何のためにオブジェクト思考って使うんだってところを抑えて使う、こうなってほしいわけですよ。まあちょっと続きいきますね。 MVC っていうのはモデルビューコントローラー、モデルビューコントローラーよくあるフレームワークです。これオブジェクト思考じゃありません。なんでオブジェクト思考じゃないのかっていうと、そもそもフレームワークっていうのは基盤の開発を共有する、開発スタイルをルール化するっていうことで、開発者によるブレをなくして開発効率を上げて安定化させるためにあるんですね。開発者の設計力が十分でなくても開発可能にするという側面もあって、こういうために作られていて、オブジェクト思考の前からずっといろいろ考えられてきたものがフレームワーク。 MVC というのは MVC を使って開発する場合、可読性とか抽象化を意識してオブジェクト設計しないんですね。ルールに従ってするんであって可読性を意識してするんじゃない。だからもうオブジェクト思考ではないです、少なくとも、ね、どっちかというとフレームワーク思考って言った方がいい。フレームワークが先にあってプログラムを作っていく、だから簡単につける、オブジェクト思考ができなくてもでこうやっていける。だからフレームワークをオブジェクト思考の先生にしないでもらいたい。まあ、Java でやってた時はストラッツをみんなが先生にしていて、かなり説明にそれストラッツと違うよって言われて、そのままいいんですよ。そうですね、あの生産性はすぐ上がるんですよ。とはいえフレームワークってほぼオブジェクト思考で設計されてるじゃないですか。だからそれがだから、そうなんです、限定、特に Web のフレームワークがすごい限定されてて、で最近その Unity とかで使うんですけど、リアルタイム処理のフレームワークとかまた全然設定違いますし、あとあのベアサンデーとかあの久保さんのピースとか、はい、全然違ったじゃないですか。それに対してそのストラッツとかそのレイズがやっている MVC の設計っていうのは一種でしかないはずなのに、それがちょっと対応されすぎてんじゃないかっていう、フレームワークを使って書かれるプログラムはあんまりそのオブジェクト思考じゃないですよね。ただフレームワークそのものは結構オブジェクト思考で存在されていることもある。フレームワーク作ってる人はオブジェクト思考を理解してますからちゃんと書いてるんですけど、使う人はそうじゃない。確かにそうじゃないし、別にオブジェクト思考じゃなく書くようにもともとなってる。で、オブジェクトに抽象化することで可読性が上がると思ったらオブジェクト化する、これがオブジェクト思考です。ぜひこのことを意識してオブジェクト化をするようにあ、またなんだこれいいですか。で、あの理解納得、これ できましたか、ね、すげえよ、さてますかで、もう一個あの、ね、一緒に働ける仲間を募集しています。まあ、この間ちょっと大型のソフトウェアをローンチしまして、でそれが結構評価が高くて、あの GMO 全体の株価が5日連続で上がるといういい感じでこの事業をこう広げていこうっていう動きになりまして、ちょっと募集しているんですね。弊社では GitHub、Git、GitFlow にのっとって Git 使ってます。 PHP Storm 使います。 CakePHP です。必ずユニットテストを書きます。それから Bihat、 岸田さんっていう Bihat の第一人者がいるんですが、岸田さん呼んで Bihat 100% でしょうと頑張ってます。すげえ Bihat で、結合テストは、ね、結合テストは Bihat にどんどん置き換えていこうという、なんでかというと、とにかくリリース期間を短くしないと生き残っていけないんですね。そのためには必要だと判断しました。あとは将来英語を話せるようになるようにもう 100% サポートします。もうグローバルで戦うことしか見てないので、そういう動きです。さらに無料のカフェがありますお昼寝スペース利用が推奨されています。40分か20分かちょっと忘れましたけど、あの宅地所あります。マッサージルームあります。一番下にマッサージルームぜひ Facebook などで、もう行動でもいいですし、メールでもいいですけど、あの僕までご連絡ください。はい、以上です。おー
前半部の印象なくなっちゃったな。いや大事です、前半大事です。マッサージルームでなんか全部マッサージルームなんで。はい、ありがとうございました。まあまあ、皆さんも体感したと思うんですけど、大変内容の濃い LT でしたね。これだけでこう通常の勉強会で数回分のボリュームがあったんじゃないかってくらいめちゃくちゃ濃いいい話をしていただけたので、この凄さいない人には伝わらないですから、ツイッターとかでぜひぜひフォローしてみてください。でこの後なんですけど、まあ、ここはですね、別に何時まででも OK 的な感じなんですが、まあ、最近大体どうしてるかっていうと、まあ、なんかちょっとまだ残ってる食べ物とか飲み物とかは片付けつつ、なんか最近よくボードゲームやってます。人狼をやってみたい方はこの辺でやりますんで、この辺で来ていただければと思います。あとはなんかここではなんか別のゲームしようかなとか思ってます。まあ、なんで、まあ、とりあえず、ここで一旦締めになるんですけど、まあ、この後はなんか遊んだりちょっと話しそびれた人と話したりとかしながら、過ごしていただければと思います。ゾウの宣言をしましょう。あ、そうだ、ゾウ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 、ワン、ツー、ワン、ツー、スゴー。 PSP やりたい人の人がまた PSP のこうゾウを作ったんですね、ぬいぐるみが。今回オレンジで、俺と安藤さんが 10個いるのやつを1個ずつ買って、まあ、皆さんに配りなさいみたいな。私の分は今日持ってきてるのはあと1個です。安藤さんがまだ10個残ってる。あとね、6個ぐらいで1人2000円でお分けしますので、多分早いもん勝ちです。はい、欲しい方は私か安藤さんに言ってください。以上でした。はい、ありがとうございます。はい、お、いない。この後ザラザラしてからね。はい。はい、じゃあ、とりあえず一旦。